こんにちは。たった5分であなたの免疫機能を復活させ花粉症改善に導くカウンセラーの大久保です。はい、今日も Q&A シリーズお伝えしていきたいと思います。今日のテーマはですね、大気汚染ですね。大気汚染によって花粉症患者というものは増えていってる。花粉のね、この飛散量だけではなく、大気汚染ですね。今 PM2.5 とか、あとは排気ガスとかいろいろありますから、そういうのも混ざっちゃってるから花粉症患者というのは増えていってるんですかという質問なんですけども、私は大気汚染に関しての知識はあまりないので、ちゃんとしたことはお答えできないんですけども、私の個人的な見解でいきますと、大気汚染だから、大気汚染が進んでるから、花粉症患者が増えているのかというのは、私は違うと思ってます。なぜならばですよ。大気汚染今進んでるとか言いますけども、で、もちろんね、地方のね、空気のきれいなところから比べたら、例えば東京とかは空気が汚いっていうのはもう認めざるを得ないものですね。もうそれはもう事実だと思うんです。ただですね、もう昔ですよ、もう30年とか35年40年ぐらい前ですかね、私もう30年以上前です。もう私ももう小さい頃の話ですけども、例えば小学校での校庭でね、遊んでる時とかに、結構、もうしょっちゅうですけど、高化学スモーク注意報とか出てたんですね。で、なんかちょっと喉痛いななんて思ってると、なんか、うーってサイレンが聞こえてきて、ただいま高化学スモーク注意報が発令しました、なんてことが結構頻繁にあったんです。で、じゃあ今はどうかと言いますと、もちろん、そういった高化学スモーク注意報っていうのも出ることはありますけども、すごく稀ですよね。1年を通したって数回しか出ないくらい稀なんですね。で、なのでもう昔から比べるとですよ、もうそれこそね、日本が経済発展していった当初に比べると、今の方が断然空気はきれいになってます。さっきも言いました。それはね、地方のすごくきれいな、空気のきれいなところに比べたら、空気は東京とかもね、都市部は汚い、汚れているかもしれませんけども、昔に比べたら全然きれいになっているんですね。事実、東京でも排ガス規制とか行われてて、トラックのね、ところに排ガス規制の、なんていうか、装置みたいなものをつけないと、もう車検が通らないとか、もうそういうことをどんどん実施していますので、本当に綺麗になってきてるんですね。でも、その昔より空気が汚かった昔よりも、今の方が花粉症患者は増えているんです。ってことは、大気汚染が進んだから花粉症が増えたという理屈は合わないんです。昔の方が汚かったんですから、空気は。今綺麗になってる時の方が花粉症患者が増えている。で、それはなぜかと言ったらですね、それこそが花粉症の真実の部分なんですね。で、花粉症の真実の方の動画でもお伝えしていますけども、これはもう世の中が花粉症ともう騒ぎ立ててるからなんです。まあ、はっきり言いますと、簡単な話なんです。周りの人たちが、この人も花粉症になってった、あの人も花粉症になってった、自分も花粉症になるんじゃないかっていうものが、そういう不安とかですね、そういうものが花粉症を引き起こしちゃうんです。アレルギー反応を引き起こしてしまうんです。なので、詳しいことはまた違う回でね、言ってますので、ちょっとそっちの方を見ていただきたいんですけども、今日のテーマはその大気汚染によって花粉症というのは、増えていっているのではないかっていう問いですので、その答えは、私の個人の見解ですけども、それは違いますよと。大気汚染のせいではなく、アレルギー反応の方が重要な、原因になってますので、
まあ、詳しくはね、また違う回を見てください。今日は、じゃ以上になります。そうです。ありがとうございました。たった5分で、あなたの免疫機能を復活させ、花粉症改善に導くカウンセラーの大久保です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。